さあ、それでは今日のお題を引いてみたいと思います。まあね、一人よがりとか入れてるんで、たまに金曜日かぶったりとかしてるんですけど、いやまあでもこれいきましょうか。はい、うん、最近一番まあ高い買い物やな、はい、まあコロナですけどね、この中で、うん、高いものはもらったことあるんだけど、最近な。なるほどなるほど。高いものは買ってないわ。最近高いものもらったやったら、まあカバンやったからな。なんかエルメスの肩掛けカバン、30万ぐらいのやった。わ、それもらった。でも自分が買ったやつやろ。はい。一番高いもの最近、牛肉かな。牛肉あ、飯、あ、でもまあ物によっては。そうやわ、俺冷蔵庫やわ。ああ、言ってました、冷蔵庫。冷蔵庫ちゃうか、一番高いもん。あの黄色のやつからあれ捨てて買い替えたってことですね。うん、あ、それ冷蔵庫どこで、え、どこで買っ、ビッグカメラとか。うん、そう、お、あれが8万ぐらいやったんちゃう。それが一番高い買い物ちゃうかな、今。へえ、うん、むっちゃよう冷えるわ。やっぱ新しいの。前の全然冷えんかったからな。本当に。大きさもでかい、でかいのに。でかいでかい、ちょっとちょっとでかい。ほんで、あの氷作ってくれるから、ガシャガシャって。勝手に作ってくれる。製氷。おお、そう、あれ助かるわ。あれ氷大好きやからな。もう氷舐めとったら、もう雨舐めんでええねん。俺は。うん。氷大好きね。勝手にできるんですか。好きや。え、勝手にできるんですか。そうや、勝手に、まあ、水入れとったらな、ゴタゴタって落ちて、でまた次の作って。そうそうそう。あ、すごいね。もうちゃいねん、氷だからいっぱい入れて、牛乳とかビール、もう飲み物には氷入れて飲んでるわ。確かに、そうそう、氷好きですよね。ビールにも入れるぐらいし。好きやな、氷。氷がなかったらもうテンション下がるな。うん、だからどっか行っても、すいません、ちょっと氷別でくださいって言うぐらい氷好きやから、はい。まあ高い買い物を言うたら、そやな、やっぱり今冷蔵庫やな。あと何もないわ。あんま買い物とか、そう、服とか買われたりとか。そうやね。だからもう服言うてもな、はい、あの自分がまあ気に入ったもんやったら買うけど、はいはいはい、やっぱりな、2万円ぐらいまでとか。あ、そうなんですね。なんか、うん、結構まあ高いもんもドーンと買うときあるけど、スーツとか。なんかタレントさんってこうブランド物とかを。いや、俺ブランド物の服好きじゃないな。やけに高い服着てる方とかイメージですけど。いやいや、スーツとかな、あんなはちょっと裏見たら、あ、いいの着てるなっていうぐらい。なるほど。高い買い物ってそうやな。よっぽど壊れないと買わないね。もう掃除機も買いたいねんけどな。うん、もうあれ弁がついてる。ベイン山形が壊しよってん、掃除機。あの大阪のですか。ほんまにあいつは、あんだら、いや東京の掃除機を。あ、はい、ほんまあいつ吸い込んだろうかな思って、あのハゲてるところから。ほんまに掃除機の中に、ほんまパック詰めにしてやりたいわ。ほんまにあいつを壊しやがって、バカみたいに力入れようの、何でもかんでも。なるほど。ほんま想像はつくな。そうやね。結構あれですよね、食事に多分使ってますよね。そうやな、食事結構使うな、イメージ的に。いいご飯はでもね、うん、食べたい大敗ですもんね。そうやね、結構ね、金ってこう、金には食べ物に使うかな。一番使ってるんじゃないですか、うん、1ヶ月の中でお金を見た時に。そうそう、食べ物な。まあいろんなもん連れていくからな、うん、僕もいろんな人。ありがとうございます。そういうことで、はい、ありがとうございました、はい。